はい、今日はゲンゴロウの幼虫がですね、山霊に脱皮しました。こんな感じなんですね。真っ白ですね。今脱皮したばっかりで、ちょっと脱皮途中の映像が撮りたかったんですけど、気づいたらもう脱皮してました。これで今3例、こっち今2例の後期、今日多分脱皮すると思うんですけどね。5センチぐらいありますから、まあ、タガメなんかと違ってゲンゴロウの幼虫は2例になればほとんど落ちることはないですけどね。まあたまに3例になっても落ちる個体がいますけど、まあほとんどそのままサナギになった成虫になってってくれますね。ゲンゴロウの幼虫はほんと強いですね。だから産卵する草があって、で幼虫になってからの餌が豊富にある、各例ですね、初例から産例までの餌が豊富にある場所であればたくさん育つっていうことですね。はい、今ねちょっと方眼紙の上に大きさ測るために載せてみましたけど、まあ、今のところ全長は 1,2,3,4,5,6 センチちょっとぐらいですかね。頭の大きさが全然違いますね、やっぱ2例とはね。こっちがね2例もう後期、もう今日明日にでも3例になる個体ですけどね。まあ長さ的にはさっきの週3例とあんまり変わりないんですけど、やっぱ頭の大きさがね3例とは全然小さいですね。まあだいたい10ミリ頭ないぐらいですかね。まあこれでも大きい方ですけどね。これが初例の初期の個体ですね。まあ、初期って言っても2、3日経ってますからね。多少大きくなってますけどね。まあ大体3センチちょっとぐらいですかね。まあ生まれたては3センチぐらいしかないんですけど、まあちょっと餌食べてるんでね、少しだけ大きくなってますね。うん、こっちがね、1日、てか半日、から半日経った3例ですね。もう色がついて、もうそろそろ餌も食べると思いますけども、こっちがねまたさっき脱皮してた3例ですね。まだ真っ白、こっちもまだちょっと前に脱皮した3例ですね。